リビングの生け花フラワースタジオ前、剣山だけど大丈夫、野に咲くダリアをイメージした初めての方にもできる基本の生け花です。剣山を使っていますが、剣山がない方はオアシスでも構いません。生け花の基本の形、頑張って作ってみましょう。まず主役のこちらダリアです。綺麗ですね。ピンクとちょっとクリームがかかっています。このダリアを中心に入れていきます。一番奥があって真ん中があって、そして手前前ですねがあります。入っていきます。これが横から見た図、こちらが正面から見た図、これが最初の3本になります。最初の前と真ん中と前列のこことここの間にエリンジウム、これを入れています。皆さんの正面から見るとこんな感じになります。完成です。今日の生け花のコツを3つ。1つ目、茎を斜めにカットする。その2、顔の大きいお花、今日はダリアですね、顔の大きいお花を三角形にしてバランスをとる。その3、出る色と引っ込む色の役割を知る。今日はこの3つでした。お花を通じて優しく楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。本編 URL は概要欄から。リビングの生け花オンラインレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。